さあ、本日も参りましょう。ミスター武士等の戦国話本日は、キリンが来る補足解説朝倉、アザイの滅亡編。さあ、やって参りましょう。キリンが来るの補足解説でございます。えー、前回のお話がものすごいスピードで展開したためにですね、あっさり終わってしまった、朝倉、アザイの滅亡ですね。これをちょっとしっかりね、今回お話ししていきたいと思います。あね、あの、三井でもね、お世話になった、朝倉義景の朝倉家、そして、信長の 義理の弟で裏切り者であったあの浅井長政の最後ですから。まあこれもね、一筋縄ではいかない戦いだったわけなんですけども、まあ気にが来るとね、あっさり終わってしまったので、今回この補足動画ね、しっかりお話ししていきますので、ぜひね皆さんもこの動画を見て、より歴史へのね、えー、知識をね、深めていっていただきたいと思います。それでは参りましょう。浅倉浅井の滅亡でございます。まずですね、織田信長法囲網、信長の周りにはたくさん敵がいました。武田信玄、そして浅井浅倉、三好松永 信長の周り敵だらけという状況の中で、信玄が病死しましたね。味方ヶ原の戦いで家康を倒して、これはもう信長やばいんじゃないかという時に信玄が病死。そして、足利義明を信長は追放しました。もともと武田信玄も連携して信長を倒そうということを言ってたんだけど、朝倉義明がそれに応じて動くことができなかったりとか、まあそういうこともあって結構ね、動きはちぐはぐだったので、信長包囲網自体が実はそれほど強固なね、包囲網じゃなかったので、この信玄の死、義明の追放によって、もはやその力はね、なくなってしまったと言ってもいいかもしれません。 そんな時にですね、その情勢を見て、えー、決断をね、したんでしょうかね。淳貞行という武将が、浅井家の有力な黒人衆であったんですが、この淳定行が信長方に願えることになります。信玄死んだし、吉明様追放されたし、もうこれ無理だろうと。ね、信長の時代でしょう、これからはということで、淳貞行が信長に願いました。この淳貞行、山本山城というね、この浅井の本拠地である小谷城、それから朝倉の越前、その二つを結ぶ、 間にある幼少ですね。すごく大事な城を守っていた武将だったんですよ。この厚地が寝返ったっていうことは、かなり大きいきっかけだったでしょうね。信長も、厚地がこっちに着いたならいけるやろうということで、浅井攻めを決定します。それまで3年間、信長の攻撃に耐え続けていた浅井長政でしたけども、この厚地のね、裏切りによって、完全に越前と、 この小谷の進路が遮断されてしまったので、朝倉義景に救援を要請します。さすがにまずいです。助けてくださいと。とそこで朝倉軍は、大江に向かって進軍して、信長と決着をつけるときはやってくるわけでございます。まあこれは朝倉記という軍記者に書かれていることなので、まあ本当かどうかわかりませんけども、この時ですね、朝倉軍は朝倉影明、当主義景のいとこにあたる人物ですね。この朝倉影明に総大将を任せて、浅井家を救援しに行こうと思ったんですけども、 このね、影明は、なんと出陣を拒否してしまうんですよね。ちょっと風邪が、みたいなね、病気が結構しんどくて今、ちょっと相対症無理ですわ、つってね、えー、影明は出陣を拒否してしまいます。もしかしたらもうこの時すでに影明は信長に願えろうと思っていたのかもしれませんね。 影明自身は自分のお父さんも朝倉家の宗家と敵対したっていうね、過去もありますので、ちょっとね、朝倉家は同じ一門衆でも一枚岩ではなかったということでございます。さあ、影明に出陣を断られてしまった吉影は、しょうがない、じゃあもう自分で行くかってね、自ら総大将になって、浅井長政を救援に向かいます。しかしですね、この時、影明だけじゃなくて、他にもね、有力な黒人衆だったりとかね、味方の武将たちが、この吉影の呼びかけに応じなかったというね、ことがあったみたいです。なので、この時、新朝後期では、 朝倉軍の救援は2万というふうに言われていたんですが、実際はそんな2万も兵士がいなかったんではないかというふうにも言われています。キリンが来るでは描かれていませんでしたが、浅井朝倉との戦いの中でですね、実はここ織田信太だ。 もう出陣しています。信長の嫡なんですね。奇妙丸として、え少しだけね、麒麟が来るも出できていますけども、その信忠が成長して、ここで実際合戦に参加しています。この後、信忠は武田信玄の息子、武田勝頼との戦いでも活躍しますので、ちょっと麒麟が来るでもね、少しは、うん、顔を、ね、出してほしかったなと思うんですけども、まあ、実はね、この時、信忠ももう戦えるような武将に成長してますよという話でございます。信長はもういい歳なんですよね。さあ、そして、 対するアザイ軍なんですが、せっかく朝倉の援軍が来たにも関わらず、次々とね、家臣たちは離反していってしまいました。この時、長政は裏切った、淳定貞幸から人質を取っていて、息子ですかね、人質を取っていて、この厚地が寝返った時に、その人質の息子をみんなのまで殺すっていうことをやってですね、見せしめをしてるわけですよ。裏切ったら、こうなるぞつっ,ってね、人質を殺すっていうこともやってるんだけど、それぐらいのことをやっても、アザイキを裏切る人間たちを止めることはできなかったみたいです。そんな中で、 織田軍は一気に攻めてですね大津区砦という織田城の裏の山を守っている重要な拠点を陥落させますこうして一気に浅井朝倉と決着をつけるための作戦を発動させますチャンネル登録よろしくお願いするでござるさあ 阿ザ朝倉サの殿、因縁の戦いに決着をつけるため、信長はある作戦を展開しました。陥落させた砦の敵兵たちをわざと逃がす、というね、ことをやりました。信長だったらね、皆殺しにしろつってね、全員殺せそうな感じですけども、これはね、ちゃんと意味があったんですね。 これはキリンが来るでも描写されていませんでしたけども、実は朝倉義景はそれまで何度も信長から挑発を受けていまして、決戦するぞと。いい加減俺たちも,もう決戦しようぜ信長から何回も挑発を受けていたんだけど、いや、今はその時じゃないと言ってですね、朝倉義景はずっと山にこもったりとかして、信長との決戦を避けてきたというね、過去があったわけでございます。そんな義景の性格を見て、信長は、この落とした砦の兵士たちを逃がせばですね、 浅川義陰が気づくわけですよね。あの砦出が落とされたのかと。うん、これじゃあさすがに勝ち目がないから、今回も一回帰って。 え、守ろうとね、いう風に方針を転換するだろうと。なので、正面からぶつかり合ったらこちらも被害が大きいですから、あえて、吉影を越前に逃がして、その逃げてる最中を後ろから攻撃してやろうとね、そういう作戦を思いついたわけでございます。しかし、この最初のね、追撃戦はですね、失敗に終わってしまいます。この時、柴田勝家や、木下改め、橋場秀吉、そして、佐久間信盛などが出演していたわけなんですけども、信長は敵が動き出したら、それはもう逃げる証拠だから、一気に攻め立てろって言ってたんですけど、その信長の大胆な作戦を、この、 部下たちは信じられなくてですね、朝倉軍が動いた時に、いや、もしかしたら、こっちに攻めてくるかもしれないっ,って、ちょっと身構えちゃって、すぐに追撃できなかったんですよね。なので、最初の追撃は少し遅れてしまったんですよ。それを見て、信長が激怒しました。お前ら何やっとんじゃいと敵が動き出したらすぐに追撃しろって言っただろうみたいなね。それに対して、この柴田勝家ね、橋場秀吉たちは、すいませんでしたってね、平服してたらしいんですけど、佐久間信盛だけはね、ちょっとこれに対して、もう、抗弁したらしいんですよ。 いや、そんなこと言っても、だって敵だって攻めてくるか分かんないじゃないですか、あれ。なんか涙ながらにね、言ったらしいんですね。その敵だって攻めてくるか分かんないですし、そんな、信長様そんな怒っても、無理っすよ攻めらんないっすようわ、ね、ーって言ってくるんですよ、ね、信長はね。うるせえつって、この俺に口がするのか お前らそんなこと言ったら今すぐお前、お前らを首にしてもいいんだぞみたいなね。多分パワハラを受けたんでしょうね。それに対して佐久間の周りね。そんなこと言いますけど、じゃあ僕たち首にしていいんすか僕たちみたいな優秀な家臣、他になかなかいませんよ 首にできるもんならしてみてくださいよっていうふうにね、公弁したらしいんですよね。結構ね、言っちゃうらしいんですよね。そういうことをね、佐久間の上は。な、後に、この佐久間の上は、尾崎から追放されてしまうんですけど、まあ、その時の追放理由の一つとして、この戦いの中で、失敗のね、言い訳をした上に、俺に対して、口答えしてきたな、お前は、っていうふうに。まあ、あのせいで俺は恥かいたんじゃん。面目丸潰れじゃん。お前みたいなやつはいらんって言ってですね、追放の理由にされていると。うこういうエピソードもね、あるんですよね。麒麟が来るの中でね、描かれるかどうか分かりませんけど、この調子だと、 信盛の追放もナレーションで終わりそうですけどね。佐久間信盛は追放されたみたいな、ね、感じで終わっちゃいそうですけど、まあ、もしあったとしたらね、まあ、こういうところで信長に対して口答えしたよっていうのも追放の理由の一つになっていたそうです。そして信長の叱咤を受けた織田軍は急いで朝倉軍を追いかけてですね、利根坂というところで一気に戦いをね、決することになります。この利根坂の戦いは朝倉と織田の最終決戦なわけなんですけども、まあ、先ほども申した通り、えもう 朝倉軍は逃げろっつってね、越前の方に一回帰るぞつって,言って帰ってるところを後ろから攻撃するから、もう圧倒的に織田軍が有利なわけですね。まあ、ほぼ殲滅戦と言ってもいいと思います。この戦いの中で、朝倉軍は朝倉の一門衆や山崎義家をはじめとした重臣、斉藤達夫婦なんかね、名のある武将たちが次々と打ち取られていきました。この豊坂の戦いで大敗北した朝倉義景は一回一条団に引くんですけども、その一条団以上でも捨ててですね、 病気で休んでいた朝倉景明の城を頼ることになります。しかし、この朝倉景明はすでに信長と続いていまして、ドラマで描かれた通り、朝倉義景を裏切ってですね、11代100年にも続いた朝倉家は滅亡するということになりました。麒麟学路の中で、義景はこんなセリフを言ってましたよね。足利高氏公に仕えて11代。越前の一条代に京構えてから5代。 100年続いた朝倉家というふうに言ってましたけども、この朝倉家のルーツ、朝倉家の始まりは、初代の朝倉広影という武将が南北朝時代に足利高氏ですね、室町幕府の初代将軍である足利高氏についたところから始まって、 そして、応仁の乱の時代に、朝倉高景というね、この人もすごく強い武将だったと言われてるんですが、この朝倉高景が下国城を果たして、越前の国で戦国大名として独立したという歴史がありました。第二の京って言われるぐらい、栄える町を作った一族でしたから、まあね、やっぱすごい家ではあったんだと思います。そんな朝倉家が、ここで、信長によって滅亡したということになるわけでございます。さあ、朝倉家を滅ぼした小田家は、一気にその後、大江の方に戻ってですね、小谷城、浅井長政の居城を攻撃します。 この小田城の攻撃でメインの軍勢を率いたのは 橋場秀吉でございます。橋場秀吉はここで浅井長政を滅ぼした後、信長からもともとがが治めていた領地をね、丸々もらっているので、これもまた秀吉の大出世のね、一つの戦いであったわけでございます。浅井家の当主である浅井長政と、その父久政、久さこの二人のね、武将が、まああ家ではえトップだったわけですけども、この二人を分断して、まず先に久さまさを攻めて、お父さんの久さの方を切腹させます。そしてその後、孤立名になった長政も、その後二日間秀吉の攻撃に耐えたとも言われているんですが、結局最終的には、え、叶わず、 切切腹腹ししししてててままいましたたここでで長政は切腹して果てたわけけなんですけども自分の妻で、信長の妹であるお市、それから自分の娘たちですね、信長から見たら、姪っ子に当たる浅井三姉妹、自分の妹と姪っ子なら、さすがに信長も許してくれるだろうということで、 この、おいつと、娘たちを説得して、逃がしました。そして、長本さんには、息子も一人いたんですね。万福丸という子供がいたんですが、その万福丸はさすがに許してもらえないと思うので、こっそり家臣をつけて、この小谷城から逃がしました。まあ、しかしね、結局この万福丸は秀吉軍に捕まってしまって、その後、関ヶ原の地で、張付けのね、刑に処されてしまうということになっています。 これで、浅井家の血筋は絶えてしまったんですが、長政のこの娘たちですね、えー、浅井三姉妹というのは、この後、長女の茶々は、秀吉の側室になって、豊臣秀頼を生んでますし、三女の豪は、徳川秀忠に嫁いで、後のね、三代将軍、徳川家光を生んでますので、ここで長政は死にましたけども、浅井の地というのは、これからの歴史にも影響を与えていくと。 いうことになっております。さあ、この後ですね、麒麟が来るではおそらく、まあ、描かれないとは思いますけども、こんな有名なエピソードがありますね。浅井長政、それからお父さんの浅井久政、そして朝倉義景の3人のドクロをですね、え酒好きにして、お酒の灰にして、それに酒を入れて信長が飲んだみたいなね、恐ろしいエピソードがあるんですよ。これあの、過去の大河ドラマ、光明が続いてとかでも確か描かれてたかな。過去の大河ドラマでも結構ね、描かれてるんですけども、実はね、そのエピソードは作り話でして、 えー、実際、信長がそんな、毒ロを、あの、お酒のね、灰にして飲んだみたいな、そんな怖いエピソードはなくて、えー、新長後期に書かれているのは、その毒ロを飾って、で、そこで、まあ、主演をしたと。まあ、毒炉を飾って酒を飲むというのもね、まあ、結構悪趣味ではありますけどね。さすがにこれはキリンが来るでは描かれないとは思います。さあ、本日のお話はここまででございます。キリンが来る最終回までもう少しですね。えー、これからもね、 戦国回しは金リが来るの解説やっていきますのでぜひ最後まで皆さんお付き合いください面白いと思っていただけましたらチャンネル登録もよろしくお願いするでござるそれではまたお会いしましょうさらばじゃ